はい、カバーチェ袋カッパ園長です。今度はね、ヨーロッパの移民受け入れを批判することは別にレイシズムではない、なんかそんな話がね、海外で話題になってるんで、ちょっとね、散々これについて移民の件で日本はもう叩かれてたじゃないですか。今更何言ってんだって話なんですけどもね、ちょっと見ていきましょうか。まあ、最初の人はね、自分はヨーロッパで起きてることが好きじゃないし、それで自分がレイシストになるわけでもない。自分はヨーロッパ人だが、今では大陸中にヨーロッパっぽくない町が増えている。ストックホルムにはスウェーデン語が聞こえてこない区画すらある。ドイツでは人口の2割以上が移民か親が移民の人で、スウェーデンでは3割まで上る。自分はイタリア人だが、ここナポリには移民しかいない地域もある。数十年のうちにヨーロッパ人はほとんどの国で少数派になって、文化や伝統は永遠に消え去ってしまうぞ。そしてこれを指摘することでレイシストと呼ぶのはおかしい。日本は人口の 99% が日本人であり、元首相は日本を一つの民族、一つの文化の国だと言った。だが誰も彼をレイシストとは呼んでいない。アフリカの大統領についても同じだ。これと同じことをイタリアやドイツの首相が言ったらどうなるのか考えてみてくれ。だそうですね。で、これについて、まあ多分ヨーロッパの国々の人なんじゃないのかな。まず、文化伝統多数派の民族を守りたいというのは何も悪いことではない。移民がどっかの国に引っ越すときはそこの伝統に従うべき。自分は以前国を移動したことがあるが、移民先の文化を侵害しようとは思わなかった。どちらかといえば異文化で新しいことを学びたいと思ったわ。で、それに対して同意だね。他国に引っ越す目的があるとすれば、そこの言語や新しい文化を体験したいということだ。アメリカの文化を持ち込みたいわけではない。で、さらに続けて、自分もそうだよ。自分は2カ国に住んだことあるけど、言語を学び、文化や社会規範を学んで受け入れた。そして自分は地元の人に歓迎された。移民は文化や言語を失う必要はないが、移動先の国について学び、適応する必要がある。で、次の人、自分は少数派だけどスレの人と同じ意見。もし白人が自国の多数派を白人のままにしたいならそうすればいい。なんで移民に人道支援以上のことをする必要があるのか理解できないね。そんな義務はないよ。で、それに対し、でもアメリカではそう言うとレイシストになるんだよ。キャンセル文化の大衆の叫びが聞こえてくるわ。で、さらに続けて、アメリカがそうだったらいいんだけどね。で、次の人、オランダでは9割以上が移民の町があって、そこで暴動が起きてるよ。おかしいよね。で、それに対して、カリフォルニアも同じだよ。アメリカじゃないような場所が広範囲にわたってある。で、さらに続けて、カリフォルニアは急速に声だめと化している。さらに続けて、普通の声だめよりもひどい場所。なぜなら6つの声だめ国家を1箇所に集めてるからな。結果は混沌と混乱の多文化な声だめだ。で、次の人、ロンドン見てみるといいよ。もはやイギリスの街という感じじゃない。で、それに対して、ロンドンの学校では白人の子供がすでに少数派になってる。に対して、ソースは？で、さらに続けて、イングランドにいる民族的マイノリティの子供の 61%、ロンドンでは 90% が少数派が多数を占める学校で1年目を開始する。で、さらに続けて、ああ、自分はロンドンの学校に行っていて、自分の学年は白人が多数派だけど、それから黒人や有色人種が多数派の学年入ってきたよ。で、さらに続けて、これなのに白人が置き換えられているというと陰謀論だと言われる。で、次の人、移民だがその通りだ。パリはもはや以前のような街ではない。で、次の人、ヒスパニック系のアメリカ人だが、スレヌ氏の言ってることは 100% 正しい。社会主義者のザレ事を信じちゃダメだ。これでレイシストとか言ってくる奴らは社会主義に洗脳されている。で、次の人は、ヨーロッパは現在、穏やかな侵攻を受けている。まあ、こんなやりとりだったんですけどね。正直ね、今更かよと。気づくの遅すぎるんじゃねえかって思いましたけどね。うん。だってね、今まで散々日本人を外国人嫌いのレイシスト国家呼ばわりしといてこれですよ。何言ってんですかって話ですよ。まあね、言ってもしゃあないんですけど、もともとあった声が、まあ今だからこそ聞こえ出した、そういう風にね、一応解釈しときましょうかね。まあ、リベラルだのなんだのって、こう、興味もなかった人たちが、まあ、現状に気づいたってこともね、まあ、一応あるとは思いますし、
まあそれらをなんか全部ひっくるめて一緒くたにね、切って捨てるのもちょっと冷てえのかなと、ちょっと反省したりもするんですけども、それでもね、まあ、例えばだからこう守るべきものってまあいくつもあると思いますし、人によっても微妙に変わってくるじゃないですか。でも優先順位ってありますよね。例えば人種の純粋さとかじゃなくて、まあなんだろうな、それぞれのこの地域のこの歴史からこう育まれたほら文化の方だと思うんですよ。例えば独自の習慣とか風俗とか、まあ、言葉とかかな、うん、アイデンティティの一つでしょ。だからその辺がこう希薄になってくると、例えば国とか地域へのそのなんていうの、要は愛ですよね、うん、そういうのがこうふくあの薄れていきますよね。そうするとやっぱ秩序も崩壊してくるじゃないですか。だから自らの文化を捨てる覚悟の移民ばかりなら、あるいはねうまくいくのかもしれませんけども、まあちょっと常識的に考えてありえないし無理ですよね、うん。でまあこの舞台はこのヨーロッパの話からだったんでね、欧州はまずこの欧州同士でつながってからの、例えば中東、例えばアフリカからね移民を受け入れるだったらまだ良かったんじゃないかなって思うんですよ。だって欧州でもねまとまりきらないのに他の区域の移民なんか受け入れたもんだから、だからこう今カオスな状況になってるんでしょ。例えば結局ね、まあ、フランスが女性は街中で、ね、ブブカかぶるなどの文化の衝突が起きたんでしょ、ね、で特にフランスは日本に対しても何でも上から目線で言ってくる人たち多いじゃないですか。で日本がこの件に対して文句言えば、ね、日本は移民を受け入れない霊視層だって罵ってくるわけですよ。で例えばじゃあドイツ、ね、ドイツのメルケル首相が中東アフリカから移民を受け入れたのは失敗だったと宣言して、まあ、本当の迫害されている難民よりも経済難民を受け入れてしまった結末なんでしょ。で日本でも最近増やしてきた移民とのトラブルが多いじゃないですか。どの国でもねトラブルなしに受け入れることはもうできないってことはね、さすがにね誰がどっから切り口変えてみたって分かってきたと思うんですけども、だからそのね、例えば、まあ、この YouTube 内でもさ、この旅行関係の動画とかってありますよね。なんていうの？旅動画っていうの？うん。あんなの見てると、例えばイタリア、ね、フランスとか、もう恐ろしくて、もうブラジル並みにね、路上で強盗とかね、昼夜問わず犯罪横行してるんですよ。ねえ。だから日本はね、この欧州に配慮してんのかなんだかわかりませんけど、もうそういう意味でコロナ関係なく渡航勧告出したっておかしくないわけなんですよ。で、まあ現地大使館がね、渡航勧告出さないからね、日本人の被害も増えちゃうんで、で仕事もしないで遊びほうけてるんだったらね、クビにした方がいいんじゃないの？うん。でね、なんでもかんでも、まあここではまあちょっとね、コメントにはまあ出てこなかったですけども、とにかく何でもこの欧米の人たちって日本がって、ね、言うわけですけども、じゃあ移民を受け入れたね、じゃあ欧州、ね、特に植民地をね戦後まで固執してね持とうとしていた国とかはまあ面倒を見る必要があるから、まあある意味当然なのかもしれないですけども、じゃあ日本はこの第二次大戦でね、欧米や世界から全て放棄させられたから欧米から移民を受け入れろとか言われる筋合いがそもそもないわけだよね、日本は第二次大戦で勝って植民地を得たんだったら宗主国として受け入れるのは当然ですけども、うん、そんなものないですよね、うん、だから結局ね第三世界の人を入れてれば入れるとその国が第三世界になるわけじゃないですか。移民外見れば誰でもわかるでしょ、うん、まあそうだな、例えばポルトガルなんかね、まあ、他はまあ信託統治制度なんかで独立にまあ向かってるんで、ポルトガルだけは拒否って長い間経済制裁食らってましたからね、うん、でなんかね不思議だったのはドイツでは人口の2割以上が移民か親が移民の人で、日本は人口の 99% が日本人であり、何言ってんですかね、うん、だって大阪だって、ね、人口の 20% が移民みたいな、そういう地区ありましたよね。しかも結構昔からまあ人種が同じでも民族も文化も違う人を受け入れてきたのってね、それでいろいろ問題が出てるわけじゃないですか。なんかこう何もかんも知った風な感じでこうね、上から目線でいろいろ言われるとね、うん、まあ単純にいや違うんだけどって、うん、そういうとこなんだよな欧米の人たちって、うん、だからそうですね、問題はやっぱその移民の受け入れ云々、まあそれもあるんですけど、それよりも一部のね、やっぱりこの移民の人たち、現地の文化、慣習、言語を学ぼうとするその意思が最初からないことですよね。うん。例えばじゃあ日本でも SNS とか YouTube に投稿して自身の価値観や母国の文化を押し付けたり無意味な比較をしているね、なんかもう厚顔無知な連中いますよね、どこの誰とはあえて言いませんけども、個人的にはね、なんで母国が素晴らしいのに日本に来てんだよって思いません？
ね、そんなに素晴らしいんだったら母国にね、あの骨埋めていく、それでいいんじゃないの、うん、つまりね、下調べもせず安易な考えで他国に移住する連中が存在しているのがそもそも原因なんで、ね、ビザや、ね、在住許可の審査を厳格化する必要が絶対あると思いますよ、うん、日本はまだまだその辺ね、ゆるいゆるい、全然十分じゃないです、うん、他の国と比べてゆるいとか厳しいとかじゃないです、ね、日本の現状を鑑みてね、いや全然ダメですよ、まだまだ全然足らないですね、うん、そもそもこのヨーロッパね、移民の受け入れ自分たちの仲間として受け入れてるわけじゃないじゃん、労働力として自分たちよりも下の階層にね置いた受け入れなんだからさ、ね、当然やっぱり人権意識で移民が同じ階級を主張したらね、そんなつもりじゃなかったから不快だってことを今言い出してるわけでしょ、ずいぶん都合良すぎないですか、うん、でまた移民は移民の人たちの方でね、単にこのね、住処住居を変える程度の意識でさ、国家の一員として忠誠を捧げ骨を埋めるような覚悟はさ、ね、さっきも言いましたけど最初からないわけですよ、だアメリカをね、アメリカはまあその辺先制させるけど、まあ内心はやっぱし縛ることってできないじゃないですか、うん、だからどっちにも欧米はね、どっちにも問題がありますよね、うん、ということで、まあこれキリがないんでね、この辺にしときましょうか。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。